田千尋、29歳、神奈川県出身です。バスケは知ってる大人いない中、裸足でみんなとやってたのが始まり で、まあ、高校までは全然大したことなくて県大会すら出れなかったんですけど、大学東海大っていうちょっと名門入って、まあ、そこで4年間 B チームだったんですけど、大学の時とかバスケ知らなかったなっていうのあるし、いろんな出会いが、大学の友達は本当好きなんですけど、なんかバスケで言えば大学卒業してからいろんな人に出会って、でバスケ教わって、バスケ学んで、どんどん変わっていったなって感じです。これは何なんだろうなみたいな感じで、そういう肩書きとかじゃなくてやろうって決意しました。で大学卒業してからストリートバスケ界にトラウトとかいろいろ受けて入っていって、でレジェンドっていうリーグで2回チャンピオンになったり、サムシティっていうリーグで、まあ、チャンピオンになって MVP とか取ったり、あと最近だと 3×3 ってやつで日本代表のトラウトに向かってアジア選手権って言いました。みたいな、そんな感じです。夢はやっぱもう先生になりたいですよ、単純に。で教えたその子供たちと一緒に勝って笑いてえなっていうのがやっぱ一番の夢です。いや、出なきゃダメなんだなって感じです。ぶっちゃけこれ多分使えないんですけど、俺次の日、13の次の日、教祭じゃないですか。教員採用試験なんです。あ、そうだ。だから俺マジで俺受けんのどうしようかなって超思って。だから俺人生かかんなと思って、まあでもとりあえず予選突破しできたら考えようって思ってて。で、受けようと思ったのマムシのコラムでした。あれ見て、言い訳すんじゃねえよみたいな。人生かかってんだよって思って、でもやっぱ昨日やってみて、何なんだろう、そうですね、昨日の環境はすげえ良かったっすね。単純に俺いろんなもん気にしすぎてたなってのがあって、なんか多分俺負けたら失うもんしかないんだなって、得るもんねえだろみたいなぐらいの感覚だったんですけど、クソっすよねそこら辺ね。なんか単純に昨日あれ閉ざされた空間でやって、客とかなしでバチバチやるっていうのがやっぱ原点な感じして、すげえ楽しかったし、変なもんいろんなクソみたいなこと考えすぎてたんで、はあ、まあシンプルに勝ちに行きてえなと、はあ、その結果優勝できればそれはそれでいいし、なんか失うもんだどうのこうの考えすぎた自分が恥ずかしかったなっていうか、昨日はそれ以上にもっと楽しかったし、まあ、勝ったから楽しかったんですけど、何て言うかあんねん。多分日本一だと思います。多分俺よりワンオンワン好きなやついないなって思いますね。